週が、おとといか。おととい週がでしたね。5月30日ね。まあ、ちょっとね、モネちゃんのね、モネちゃんとまあシンクロっていうんですかね、被る話がちょっとあって、まあ、それも、何ですかね、視聴者の方からどう思いますかって来たので、ちょっとそれをね、話すんですけど、たけるくんのね、A の方でアクセサリーをね、出すって言って、その話になったんですよね。で、たけるくんはね、宝石って話を急にしてきたんですよね。ジュエリーに僕は好きなんですよね、みたいなね。興味があるんだ、みたいな。で、好きな宝石は、ルビー、サファイア、エメラルド、アレキサンドライトとかなんか言ってたんですよ。出すんであれば、宝石だから、ジュエリーだから、普通のアクセサリーはもちろん高い値段がすると。まあ、それこそ100万とかね。まあ、それぐらいの金額になるような話をね、確かなんかしてたんですよね。まあ、タケル君もジュエリーが好き。みたいな話を、シュガーの中で知ってたんですよ。でね、くしくもですよ。時を同じくしてですけど、した、モネちゃんとカンナちゃんが受賞したじゃないですか。千と千尋の神隠しで、菊田和夫演劇賞の受賞式があって、モネちゃんとカンナちゃんが正装していったんですよね。で、まあ、この時のですね、モネちゃんが、まあ、ジュエリーをつけてるんですよ。珍しくね、モネちゃんが。指輪をしてるんですよ。指輪とね、あとね、これね、イヤリングかな。イヤリングか、ピアス?イヤカーフ?ピアス。ちょっと微妙なんですけどね。パールですね、これはね。今大きくして見てるです。パールなんですよ。両方パールなんですよ。パールで揃えてるんですよ。で、その、僕に、の、視聴者、僕のね、にくれた方はね、モネちゃん珍しく、右手に、真珠のリングをしてましたと。確かモネちゃんはいろいろな本の中でテレビなどで指輪するといろんなこと言われるかしないようにしてると言っていたので、で、そういうね、滅多に指輪をしない人が、こういうところのインタビューの場でね、公の場で、パールのリングをしてきたと。タケル君もパールがお気に入りですよね、っていう感じで言ってて、まあ、被ってるなと。まあ、くしくもね、その同じようなタイミングで、ジュエリーの話をね、タケル君も持ち出してきてたなっていうところ。で、その僕はそのいろいろ読ん、見て、どこで書いてあるのかなと思ったら、この揃えるっていうところで書いてあるんですね。指先が気になる。指先が綺麗な人には男女問わず惹かれる。これ私は指フェチである。これって佐藤タケル君のことって言ってた時の話ですよ。またそこもね、被るなっていう話なんですね。ここをほら、佐藤タケル君に合わせなんじゃないのかって。僕だけじゃなくても、一部のね、マスコミでも騒がれたこれを出した時に、そこの欄ですよ。私も自分の指先に意識を注ぎたくて、そのためによく指輪をつける。主に家の中で。ね。その外ではしないんですよ。家でやるんですよ。仕事柄、付け外しが面倒だし、あと指輪って何かとあらぬ誤解を生んでしまいがちなのが、注意が必要なんであると。まあ、いわゆるそういうことですよね。指輪つけてると、あれ?誰々と一緒じゃない?とか、それって何?こう婚約指輪?とか、なんかそういう、こと詮索されがちだって話ですよね。帰宅して手を洗って部屋着に着替えて指輪をつける。一般的には逆なのかもしれない。でも私にとって指輪は憧れの仕草を身につけるための訓練器具なのだ。っていうね。まあ、こういう話があるんですよ。で指輪は、モネちゃんは家でつけるもの。それを珍しく公の場でね、ジュエリー付きのね、パールのね、指輪。しかも、耳とね、これイヤリングがピアスなのかな?ピアスかイヤリングか、ちょっとわからない。イヤカーフではないかなと思うんですけど、まあ、タケル君はイヤカーフをよくつけてるイメージがあるんですけど、まあ、これイヤリングだなと思うんですけどね。俺ちゃんピアス開けてないのかなと思ったり、わかんない。そこはわかんないです。ただ耳と指にパールをしてると。で、くしくも、タケル君は、ジュエリーの話を、シュガーでしたと。まあ、その時点でシンクロしてるんですけど、じゃあ、タケル君がパールをしてるのを、ちょっと今僕は見てるんですよね。毎日綺麗に乗ってるやつ。結構ね、モネちゃんがやってるパールにちょっと近いんですよね。佐藤タケル、パール輝くイヤーカーフがアクセントっていうやつね。これはですね、いつだ?去年の夏ですかね。俳優の佐藤タケルさんが8月16日、東京都内で行われた映画、守れなかった者たちの、完成披露試写会で登場、スーツに、斜めストライプの入ったネクタイを締めたキリリとした装い、そしてパール風の装飾がついた
イヤーカーフが、着こなしのアクセントになっていたってことなんですよね。これはね、結構かっこいいんですよ。だから、まあ、タケル君はタケル君でジュエリーで、今回の、あえてですよ。あえて、シュガーの中で、パールは言ってないんですよ。ルビー、サファイア、エメラルド、アレキサンドライトっていう、この4つを言ったんですよ。もうズバリパールをここで言って、まあ、でもパールお気に入りなのは分かってますよね。ここでパールしてますから、イヤーカーフで。パール好きなんだと思うんですよ。で、しかも、実際つけてるということで、ただ、モネちゃんがあの式典でパールをしていたわけですからね。珍しく、指輪もつけて、装飾品つけて、人前に出てんのに、あの、パールをやってるから、まあ、パールって思いっきり言うと被るなっていうところもあったのかなって僕は勝手に読んでるんですが、橋本環奈ちゃんは特になんかそんなに装飾品を、指輪をつけてるとかないんですよね。だから橋本環奈ちゃんと申し合わせたっていうわけではなさそうなんですよね。うん、そうね。橋本環奈ちゃんブレスレットはしてんのかな。ちょっと見えづらいな、橋本環奈ちゃんは。そうですね。橋本環奈ちゃんはブレスレットですね。ブレスレットしてるけど指輪特にしてない感じですね。だからモネちゃんはパールの指輪をしてる。だから別に環奈ちゃんに合わせたとかそういうんではない。で、というと、やっぱり、これは、タケル君とのシンクロなのかな？シンクロなのか、それともお揃いなのか、お揃いコーデなのかは、ちょっと、定かではありませんが、ただ、くしくもね、このショーでパールを、珍しく、ジュエリーをつけて、しかもパール、タケル君が、前してたのと同じようなパールをやって、出ていった。しかも、シュガーの方でも、タケル君は、ジュエリーについて、ちょっと熱く目に語ってたと。なかなかね、タケル君はこの日は淡白な日だったんだけど、ジュエリーについては割と熱めに語ってたんで、なんか被ってんのかなーって感じがしたと。そんな話でした。ではでは。